ローレンス・オリビエ、ブライトンのオリビエ男爵、ローレンス・オリビエ、ローレンス・カー・オリビエ、バロン、オリビエ・オブ・ブライトン、OM ・をーエ1907年5月22日から1989年7月11日は、イギリスの俳優、映画監督、一大貴族、アカデミー賞を受賞し、シェクスピア俳優としても有名。20世紀の名優として、多くの映画人から称賛される。 本名は、ローレンス・カー・オリビエ、ローレンス・カー・オリビエ。愛称は、ラリー、ラリー。サリーのドーキングに生まれる。父はイングランド国境界牧師であった、ジェラルド・カー・オリビエ。後にオリビエは自伝において、上品だが貧しく、野心を抱くには、最も適した環境に育ったと記している。3歳の時に、ロンドンへ移り、母の希望で9歳で、 オールセインツ協会聖火隊に所属し、音楽を学ぶ傍ら演技の勉強もした。12歳で母を病気で亡くす。1921年に、オックスフォードのセント・エドワーズ・スクールに学び、1922年には、オリビエの最初のシェイクスピア劇出演となる聖火隊の、公演である、ジャジャウマナシで、ケイト役に噴し、続いて1923年に、 学校劇で夏の世の夢のパック役を演じて大成功を収める。この頃から俳優になることを決心し、また貧しい家庭環境で息子が世に出るには演劇の道しないと判断した父親から風呂の中でお前は俳優になるのだろう。と言われたこともあり、1924年に17歳でロンドンのセントラルスクールオブスピーチドラマに入学した。 1925年にプロとしてスタートを切り、同年の秋にブライトンのヒポドローム劇場での幽霊列車で初舞台。1926年にバーミンガムのバーミンガムレパートリーシアターの農夫の妻の順に参加し、そのまま同劇団と契約する。最初は早くしかもらえなかったが、後にハムレットやマクベスの古典劇から新作劇まで数々の舞台を、 こなし、舞台俳優として着実に実績を重ねてゆく。この頃には、生涯の友となるラルフ・リチャードソンと出会う。1928年にフリーに戻り、1929年に3回の殺人のニューヨーク公演にも参加する。1930年にドイツ・ウーファー社のザ・テンポラリー・ウィドウにて映画デビュー、また同年には、 女優のジリエズモンドと2年間の交際が実って結婚する。結婚後出演したノエル・カワードの舞台劇、私生活がヒットし、ブロードウェイに進出。1931年、ブロードウェイ公演終了後にハリウッドへ呼ばれ、フレットラバーズなど3作品に映画出演2年近く滞在することになった。1933年に帰国し、ロンドンの舞台に復帰する。 1937年には映画無敵艦隊で共演したビビアン・ィーと恋に落ち、人目を忍ぶ仲がしばらく続いた。同年にシェイクスピア劇の本拠オールドビッグシアターに加わり、ハムレットやジューニアの舞台が成功したのを機にスター俳優としての成果も確立するようになる。1938年に嵐が丘の撮影のため飛べへ。撮影の合間に、 風と共にサリヌの映画化が決定したことから、スカーレット・オハラ役を熱望していたリーを呼び寄せて、制作者のデビット・オーセルニックに紹介する。1940年8月に、美女はリキの撮影中にエズモンドとの離婚が成立、撮影終了後に晴れてリーと再婚し、帰国する。帰国後は海軍に志願、航空隊のパイロットとして海軍に在籍中の1943年に、命じられて、 国威発揚映画、ザ・ドゥ・ミ・パラダイスとヘンリー・ゴセイを監督、主演。特にヘンリー・ゴセイは、シェイクスピア劇の完璧な映画化と絶賛される。1944年には、ラルフ・リチャードソンと共に、ドイツ空軍のロンドン爆撃で劇場が破壊されて、以来、停止していたオールド・ビクザの再建に尽力。終戦後は、ヨーロッパ各地やニューヨークに巡業し、 批評家から絶賛される。これらの功績により、1947年にナイトイを授けられる。この年に制作、監督、脚色、主演した映画、ハムレットが1948年度のアカデミー作品賞、主演男優賞を受賞。名実ともにイギリスを代表する名優にまでの仕上がる。しかし、私生活では、 リーの人歩マニアの症状と相うつ病の発作に悩まされ続け、1957年に舞台や映画で共演した新進女優、ジョーン・プローライトとの生活に安らぎを見出して、ついに1960年にリー・と離婚、プローライトと再婚する、三度目にして最後、1962年から1963年までナショナルシアターのディレクターを務め、 1970年には俳優として初めて一大貴族にジョサ・ブライトンのオリビエ男爵となる。1989年7月11日、人不全のため死去。母書はウェストミンスター寺院。子供はエドーモンズの間に一難、プロライトとの間に一難事情を設ける。アカデミー賞には俳優として10回ノミネートされ、特に主演賞9回ノミネートは、 スペンサー・トレイシーと並んで歴代1位である。また、1947年と1979年にはアカデミー特別賞を受賞。一方、インチョンという名作に関わってしまったために1982年にはゴールデン・ラズベリー賞の最低主演男優賞を受賞することとな。1984年に自伝一俳優の告白を発表した。 本人が最も気に入っている作品は意外にも残忍なナチスの残党を演じた1976年の映画マラソンマンだという。オリビエの死後に出版された電気塔にはオリビエがバイセクシュアルであった可能性が示唆されている。3番目の妻であったジョーン・プローライトはオリビエは彼女との結婚前にダニー・ケイと関係を持っていたとほのめかしている。また、 俳優のデビット・ニーブンは、ある時、オリビエとマーロン・ブランドが、プールでキスしているところ目撃したと語っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。